さん、こんにちは、ジェです。今回は東京ゲームショウの1日目のビジネスデーの9月16日の日にやってきました。東京ゲームショウは略して TGS っていう風に言われているんですけれども、そちらの TGS にはいろんなゲーミングデバイスだったり、あとはゲームを体験できるようなコーナーがいっぱいありますので、今回はいろいろね回っていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。今日回っていくのはたくさんと三崎みそです。はるかなさんです。はるかなです。まみなさんはどっか行きました。はるパクリやん。スティールシリーズさんでございます。いろんなねゲーミングキーボードとかマウスとかあると思いますので見ていきたいと思います。これ欲しい。のエーペックス9ミニです。反応する高さ、はい、0.2 ミリは、こっちミニで、こっちは、モンプティポイントに光のスイッチ、磁力と光の違いなので、こっちは1.1ミリか 1.5 ミリ。ただ、内部の反応速度、企業式からなんか伝える速度、まあ、こっちが 0.54 なんですけど、こっち 0.2 なんですよ。こっちは内部は速いんで、アクチュエーションが同じ1ミリにした時はこっちの方が速いです。アクチュエーション1ミリで常に使ってるんやったらこっちの方が安い。すごいお買い得だそうです。皆さんでは、もう1ミリでいいって方はおすすめです。はい、インテルブースにやってきました。なんとこちらにですね、インテルのグラフィックボードが出てるんですよ。どういうこと？すごい、初めて見たわ。アークっていうんですか？なんか聞いたことある、はい、アークっていうブランドのものだそうです。ミサさん結構知ってます。ミサさんめっちゃいろいろ知ってます。調べた。え、かっけえ、これしかもかっこいいわ。すごっ、めっちゃかっこいいや。ゲーミングチェアなんか進化してるって。すごっ。デラックスレーサーに来ました。ゲーミングチェアのブランドです。こんな感じの刺繍のゲーミングチェアも最近出てるみたいです。すごっ、進化してる。はい、こんな感じですね。座り心地は若干固めって感じだから、ふわふわした椅子に、ふわふわした椅子が苦手って人はこういうのいいと思います。めっちゃ噛んでくる。はい、MSI さんのブース来ました。1回レビューしたことあるパソコンなんかもすごいですね。ちょっといろいろ見ていきたいと思います。ノベルティもいただきました。これレビューしたことのあるあのいかついモニターです。このゲーミングノブがついてるやつ、やばい。いやー、めっちゃいろんなメーカーあって楽しいです。メタクエストもあります。そして右側にはバンダイナムコエンターテインメント、ドラゴンボールもあるし、ワンピースもあります。最強。チームデック並びに行きました。エイペックスします。今からイエーイ。遅い。遅い。エイペックスします。 Steam のゲームをいつでも楽しめるように、 Valve はどこにでも持ち運べるゲーミング PC としてこの Steam Deck を開発しました。 Steam Deck では数千本のゲームが遊べます。 Apex Legends、 Final Fantasy VII Remake、 Elden Ring などあらゆるジャンルのタイトルをプレイすることができます。すげえ。やるぜ。やったるぜ。こんな感じです。サイズ感いかがでしょうか。スチームデックです。いろいろゲームタイトルがあります。ソニックとかもあるし、龍が如くもあるし、スパイダーマンもあります。ちょっとやってみます。すごっ、ここのこの部分にもボタンあるわ。すごい。どれぐらい時間かかるか。お、来たー、来ました。 Apex ボタンの配置がなんかこっちが A やと思いがちですけど、こっちが B なんで、ちょっとこのボタン配置になれないかも。それでも PS5 とかもそれよ。あ、そうなんすか、うん、ボタン配置何の影響もないです。え、これ全然操作がわからん。なんか、これあれからやらなあかんやん。
チュートリアルからやらなあかんやん。ロード早いですね、意外と。普通にできてる。全然いける。全然いい感じや。スチームデック強っ。めっちゃいい。スチームデックいいわ、これ。パッドで普段やってる人はマジで使いやすそう。いいものがあるのかも。ギリギリできませんでした、マッチメイキング。そう。これはね、欲しくなる。あと、この上がめっちゃ熱い。この上の部分ね。めっちゃ熱い。これだけ気をつけて。さあ、ということで、スタンのエイペックスチャレンジ、東京ゲームショーが始まりました。やっていきたいと思います。インタルデイ。ミスクさん、何のキャラクター使うんでしょうか。僕は、キプラハです。おー、いいですね。かっこいい。ブラハ選んだだけでブラハ使うのかっこよ。味方速攻してる。お、いいぞ。やれるか。見えた。逃げた。何や、回復がわからん。回復どれや。バカって急にしたか。おげい。やられていく。でもめっちゃ楽しい。めっちゃでかい。48インチで 120Hz いく。今日発表されました、こちら新製品でございます。あ、電球の戦ってることですか。はい、そうです。電球の方です。新製品なのでぜひ見ててください。新製品みたいです。はい、お次エースースさんの展示にやってきました。めっちゃでかいです、エースースさん。モニターとキーボードがすごい専門です。そうなんです、はい、このキーボードはどういう。キーボードはアロディストリックスコープ RX っていう、あの弊社が ROG で開発した、もともとは実はシリーズから使ってたんですけど、数年前から ROG っていうので独自で開発してる軸なんですよ。これ赤軸なんですけど、もう横にしていただくとよくわかるのがブレないんですよ。本当ですね、全然ブレない。全然ブレないっていうのがやっぱり、あとこういうあのゲーマーに向けてるのでコントロールの仕事がちょっと大きめに作っていたんですよ。まあ、ゲームしやすい。はい。元々なのでその ROG ストレックススコープっていうのはのテンキーレス のデラックスっていうものは元々これワイヤレスで使われてたっていうのは。ああ、これワイヤレスか。はい、今ちょっと有線にしてますけど、これワイヤレスで使われます。これってタイプ C で充電ですか。これが、タイプ C ですよね。めっちゃいい。いや、もうちょうど探してたんですよ。あ、本当ですか。これが一応10月に発売予定です。でもこのマウスと一緒にこのマウスもあのワイヤレスなので、はい、今有線にしてますけど、ただこの有線のコードがめちゃくちゃ柔らかいんで、このパラコードっていうものなんですけど、すごい柔らかくて、正直ワイヤレスでもこれ有線してても使っても別にいい。そうですね、もう全然ワイヤレスみたいな感じで使える、はい、それが結構特徴だったりする。はい、こちらは僕がいつも普段使っているダミンチリゾルブのね、運営されているブラックマジックさんの最新機材なんかも置かれてます。はい、こんな感じで前にパソコンがあって、はい、左にこんな感じでスイッチャーがあって、まあ、ここでいろいろ画面を、はい、こんな感じで1画面、2画面、3画面みたいな感じでね、変えることができます。上にもね、このブラックマジックデザインのカメラがありますね。顔映らないようにしないと。あ、全然大丈夫ですよ。大丈夫なんですか。顔映って動画だと。はるかなさんです。ちょっとこれ F1.8 なんで多分ボケてますか。今ボケてます。全然大丈夫です。なんかめっちゃいかついリアルフォースあります。うわ、かっこいい。何これ、なんだこれ、すごい。なんかすごい。これ無線タイプのやつとか全部試せるようになってて、マウスパッドとかリストリフトも置いてるんで、リアルフォース試したい人はね、すごいいい機会だと思います。
マジでめちゃくちゃあります。でもうまい、めっちゃうまいけどめっちゃ低い、低い思われた。うまはい、ということで東京ゲームショー2020に行ってきました。めっちゃ楽しかったですね。でね、ゲームショーに行ったらこんな感じでいっぱいねノベルティをもらえるので、ちょっと今回リアルフォースさんの袋に全部まとめているんですけれども、 MSI さんとか ASUS さんとか、まあ、いろんなメーカーのねノベルティをねいただくことができますので、皆さんもねぜひゲームショー遊びに行ってみてください。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上。 OK。